皆さんおはようございます。といっても時間は現在12時43分の前に見えております京都バスと書かれているこちらはですね、嵐山の方とそれから京都の方を結んでおります。京都駅の方へと結んでいます京都バスのバスでございます。今日はね、嵐山やってきましたよ。すごいな。ここはほぼ歩行者天国のようですが、一応道路です。なのでバスが通ります。今日は嵐山公園に来ました。保津川という川でありまして、ここから下流の方へ行きますと桂川という川に名前を変えて、JR の桂川駅なんかもありますけども、そっちの方へ行くことになります。そしてこの対岸の方、あちら側が JR 佐賀嵐山駅方面です。あそこに観光バスの駐車場がありまして、たくさんのバスが行き来しているんですけども、今日はねこの嵐山のバスをね見ていこうと思います。あちらにも京都市バスが走っております。一応ここは京都市、これが有名な保津橋というやつです。渡月橋じゃないわ、渡月橋というやつです。後でね渡ってみたいと思うんですけど、ここの渡月橋を渡るバスが京都バスと京都市バスが渡るのかな、確か。阪急の嵐山線の方がこの新あの画面左手の方にあるわけなんですけど、そっちの方に行く人とそれから嵐山観光する人は大体この橋を通るってことですね。奥側にはバスが見えております。京都はバス大国と言ってもいいくらいバスが多い、そんな場所になっていたんですが、ちょうどあそこに京阪バスも止まってるわ。こんな感じで見てみると面白いですよね。なんでね、今日はねちょっとバス見ていこうと思います。でこのね、川の橋の奥側にですね、こう船がいっぱい止まってると思うんですけど、あれが有名な保津川下りってやつですね。毎年毎年誰か一人は死んでるとかっていうような、そんな感じでよく話聞きますけど、まあ、そういうところでございます。まあというわけで今日の動画はここ嵐山で、ね、バスを見ていこうと、そういう動画です。今日のバスが来るわ。ここは本当に観光客がいっぱい、こんだけ、やってきたのはあちらぐるっと回って京都駅行きの28系と京都市バスです。このバスに乗れば京都駅へ行くことができるんですね。こちらにも経由が書かれておりまして、西大路の方を通って、まあ、その西大路は通るよね、嵐山公園を経由して行くバスです。京都市バスはねあんまりここ見れないんで、ちょっと嬉しいですよね。あれが28系統の京都市バス。今ちょうど左手に見えるここですね、ここのバス停を経由していくやつです。嵐山公園バス停にやってきたのは四条河原町行きの京都市バスです。ここには四条河原町方面のバスと、さらにそれプラス、京都市バスや京都駅方面行くバスが止まっております。ここで歩行者譲りまして、このバスは34系と阪急嵐山駅行き。34系統とか言いましたが94系統でした。あの LED がねあんまり綺麗に見えない時があるんですね。これはねカメラの悪いところです。102、この京都バスに乗れば阪急嵐山駅から京都駅を結ぶ、そんなバスになっているわけなんですけども、京都市バスは他に阪急嵐山駅、嵐山公園を経由して、京都駅前、それから西大路通り方面へ行くバスも走っているわけです。そしてその次のバスがやってくるようになっていて、その次も京都バス、次のバスは阪急嵐山駅というよりは嵐山方面のなんか巡回するバスかな。宇津和さん映画村の方に行く嵐山、阪急嵐山駅行きの京都バスです。
66系統阪急嵐山駅、これもね確かね京都駅方面に行くやつだったかな、それか映画村だけだったかな。どっちにしろ京都市内の中心部方面、八条通りとかあの辺とか、八条通り通らないわ、京都駅方面行くバスだった気がします。嵐山モンキーパーク、岩田屋、嵐山にはねモンキーパークとかあってね、猿がいるんですけど、あの猿のなんか、うん、猿のサファリパークみたいなところが京都の嵐山にありますので、僕1回ぐらいしか行ったことないですけど、皆さんもぜひ暇があれば行ってみてください。そんなわけでこの嵐山公園の近くを通るのはこれぐらいにしておきましょう。バスの魅力はね、この嵐山公園の前、そしてこの渡月橋を渡るバスだけではありません。これ慣例でなんか左側通行みたいな感じになってますけど、歩行者本当は右側通行ですね。なんとなくで多分決まってると思います。続いてやってきたのはこちらも京都バス、京都バスがいっぱい来るんですね。こちら回送、多分西山から運用に着くのかな。京都駅行き方面とかその辺のバスになりますので、そこのバス停には止まらずスルーして阪急嵐山駅から運用に着くことになるバスだと思います。今日は何でか知らないけどすごい天気がいいので、お客さんがすごい多い、そして日曜日というのもあって、なんかさらにね増えてるんですよ。見えないな。4月の28日なんですけど、本来であればもうちょっとねお客さんがね少ないはずなんですよ。そしてもうちょっと涼しいはずなんですけど、今日なんかめちゃくちゃ暖かくて、ゴールデンウィークなのにおかしなことですよね。奥の方にはこれバスとかも走ってますけどね、それ以上にね観光客の数が多すぎてね、あのまともにバスも取れないみたいな、そんな感じになってるわけです。だからあんまりねこの外側を歩きたくないんですけど、仕方なくここ行ってるって感じです。ですからここの橋を渡る車やバス、そしてバイクなどもすごい通りにくいような交通障害って言ったらなんですけどね、歩行者優先ですから何とも言えないですけど、すごい通りにくい、そんなことになっております。この狭い通りも、このね若干狭い通りもですね、バスが走るとこなんですけども、そのバスはここで左に曲がらなかった、直進していった。直進するときもバスにご注意ください、交差点に直進します的な放送をするんですね。嵐山 JR 西日本の嵯峨野山陰線、嵐山駅方面を経由してから行くやつですね。ですからこの嵐山市内で比較的完結するようなバスになってると思います。あ、違う、28系統はあれだ、京都駅から嵐山の方に行って、でまた嵐山から京都の方に戻るバスだったかな。ちょっと危ね、京都の系統忘れてるんで何とも言えないですけど、保津川とは反対側のところに行きました。一級河川桂川って書いてあるけど、ここで桂川なのかな。地理的にはここもあの保津川だと思ったんですけど、ここは桂川らしいです。その保津橋からさらに行って、保津川じゃないわ、あのこの渡月橋より、上流側に行きますと保津川とかいう名前になって、ここはまだ桂川らしいです。一応一級河川、桂川も淀川に注いで、淀川から大阪湾に注ぐ川なんですけど、またバスが来た。63系統嵐山行きのバスです。あんまりねこの京都のバスのねあれ記憶番号を記憶してないんですけど、これも渡月橋を渡ってずっと阪急の嵐山駅の方向に行くやつだったはずです。京都市バスは比較的 JR の西日本の嵯峨嵐山駅を通るのが多いんですけど、 JR 西日本じゃなくて阪急、嵐山線の方に行くバスが京都バスは多いイメージですね。あそこにも観光バスがあるぞ。あ、奥からは近鉄バスだ。その奥にもフルカラー LED とかいう最近の新しいバスが止まってる。以前3年前ぐらいに学校行事で1回この嵐山に来たことあるんですけど、2年前ですね。その時はあのコロナが5類に移行する前、いや5類して5類に移行してすぐ後だったかな、なんかで、まあ、観光客はそこそこだったんですけど、今日ほどの量ではなかったですね。こんなに多いのは初めてです。
のバスも高速バスの停留所となっておりまして、ここからですね、今見えているバスは画面左側の方向に、右折していくはずです。氷見湖観光みたいなやつも今入ってきましたね。あの辺が観光バスの駐車場になっておりまして、あの近鉄バスは多分そこ出た後かな、なんかのツアーなんでしょうね。その後あの嵐山公園の手前の停留所、どこか忘れましたけど、そこに止まってるのが73系統嵐山苔寺行きとなっております。映画村も通るよって書いてあるんで、あれ73系統も京都駅から出るやつだったっけな。あの京都駅から出るバスが多すぎてちょっと覚えてないです。先ほど走ってったバスがこれ帰ってきたのかな。73系統京都駅となっているので、そして73は京都駅から嵐山苔寺そして映画村を経由していくバスです。フルカラー LED の特徴を生かしまして、あの画面左側に見えてるあのモミジみたいなやつですかね、これなんていうの、モミジと桂川でした、桂川と渡月橋とがこの白色 LED の発明によりまして綺麗に再現されてるわけです。これに乗れば京都駅に帰れるよということなんですけども、佐賀嵐山から京都駅までの運賃 JR で言うと240円なんで、そっちの方がまあお得っちゃお得ですよね。鈴虫寺っていうの行ったことないからちょっといつか行ってみたいな。琴寺はね、あの1回だけね前まで行ったことがあります。今日前まで行ってもよかったけど、まあ行く時間がないのでやめておきましょう。最近のバスが多いので、京都市バスは、京都市バスじゃない、京都バスもそうですけど、最近のバスが多いので曲がるときにはチェッカチェッカ、左に曲がりますというウインカーと音声案内が流れる。そして交差点を進入するときはバスが直進しますとか、なんかそういう感じのことを言ってたはずですよ確かね。まあそんなこんなにね、今度観光バスのね方行ってみましょう。こちらには京阪京都交通、京阪バスの貸切バスとか、高速バス対応のバスなんていうんですかが止まっております。でこのバスはね何かっていうと、なんかね定期便のシャトルバスみたいな、そんな感じで走ってるのかな、ちょっと見てみましょう。よく見てみると、あ、こんな感じで BM 定期便じゃなかったわ、2時20分に出発しますよ、 BM 京都人気名所巡りということで、あの比較的ツアーというよりは少しあの自由行動多めな感じのバスみたいな感じです。あの京阪のバスは京都向けに作られているやつではこんな感じで書いてあるわけですけど、こちらのバスが間もなく出発するんじゃないかな。出発するときにはこの緑の服を着た係員さんがうまいこと誘導してバスを出発させるはずです。これ嵐山のね狭い土地から出ていく様子は圧巻ですよ。これ左に曲がるようですね。ここであそこにいる警備員さんというかバス会社の人と連携して路線バス扱いかなんかなのかな、起こしバスって書いてますけど、僕のあの大学に京阪バスが来てるんですけど、そのバス、おおすごいすごい曲がってた、京阪バスがあるんですけど、その定期観光バスとしてシャトルバスみたいな感じで走ってるんですね。中小島から僕の大学の琵琶湖草津キャンパスまで京阪バスが担っているのがあるんですよ。それもねいつか乗ってみたいなとかって思うんですよ。童話にする気はあんまないですけど、確かそんな高くなかったはずです。で、その奥に見える、これも多分定期観光バスなのかな、ちょっとわかんないです。で、これ右側に止まってる京阪京都交通の貸切バスは、人気名所巡りということで、2時20分に出発するそうですね。今の時刻が13時7分なので、まだまだです。嵐山観光をたくさんしてくださいね、という感じ。嵐山はね、特にね、大して何も見ることがないので、少し前まではね、何もなかったのに、急にこんなバスとかでいっぱい走るようになって、それから観光客も増えてきて、残念なことに。こんだけ人が埋め尽くされて、あの地元の人からしてね、ちょっと邪魔だなと思うこともあるらしいですけど、まあまあそれで地域経済が成り立ってるのならそれでいいんじゃないでしょうか。そんなことはお構いなしに、続々とバスが行き来しているのを見ることができます。奥にも京都市バス、あれも28系統かな、京都駅の方から、違うわ、あれは JR の佐賀嵐山駅から京都駅を結びます。そんなバスになっております。嵐電の嵐山方面も結ぶかな。嵐電の嵐山をね、後でちょっと行ってみようと思うんですけど、なんもね、
バス停とかね、そういうのがなくて、すごいちょっと狭いところにあるんですよ、入り口が。ですから、バスとかがあまり乗り入れることができないんですね。だから嵐山駅からは JR の佐賀嵐山駅まで歩いていただいて、その佐賀嵐山からバス乗ってくださいね、みたいな。そんな感じだったと思います。定かではありません。そこにもね、バス停があります。バス停の名前がね、ちょっとわかんない。京都市交通局の京都市バス。近年京都も財政破綻しそうでやばいよとかって言ってますけど、結局どうなんでしょう。真偽はわかりません。そしてここはね、観光バスじゃなくて京阪バスとかが入るとこなのかな。あそこが、あそこから出てる、いっぱいバスが。あっちの方から行ったら、あの観光バスがたくさん見れるんじゃないかなと思います。ふい。もう京都のバスは幕とかっていう風に呼ばれるぐるぐる回すタイプのやつではなくて、もう観光路線は基本的に、これも28系統ですけど、28系統って観光路線なんですか。堀川通り、四条大宮、西本願寺を通って京都駅へ行くと書いてあります。この後多分あの阪急のね、佐賀嵐山じゃないわ、阪急の嵐山駅も経由していくんじゃないかな。あの、ね、一歩歩けばというか、一歩歩かなくてもいいんですけど、あの一分歩けばバスが次々に来るような、そんなところがこのバスですので、一応このバス停の名前がね、嵐山っていう風になってるんですよ。でこっから京都方面に行くなら嵐山で乗ったら激混みなんで、その一個手前で乗ることを皆さんにお勧めします。僕があの高校2年生の時にこの高校2年生の時に校外学習で嵐山に来た時はここに来ましたね。あれは近隣車庫駅93系統、近隣車庫がどこにあるのかあんまわからないんですけど、丸太町通りって書いてあるわ。だからまたこれも京都駅方面に帰っていく方面ではあるんでしょうね。経由を見てみないとね、ちょっと京都の地感が全然わからないんで。近隣車庫、あ、花園、西野京、烏丸丸太町通ってから近隣車庫なんで、京都駅よりはちょっと北側通りますけど、京都市内中心部の方までは行くには行くんですよね。近隣車庫がどの辺にあるかどうかは多分編集でね、あのピッて、ね、あの地図を出してくれてると思います。編集の時の僕がそうである可能性がまあ 30% ぐらい。近隣車庫橋でも初めて見たな今日。本数的には多分少ないんじゃないかなとかっていうふうに思います。そしてあの大型の車がいっぱいであんまり見えないんですけど、奥からねバスがねやってきてると思うんですよ。こちらですね、京都バス。四条河原町まで行ってくれます。二条城通る四条河原町まで行ってくれたら儲けもですよね。主に京都バスはなんか阪急のね路線沿いをね走ってるイメージ、そんなイメージがあります。おー、これ珍しい。でもなかったわ。日野車体平成16年3月に新造されたらしい。あ、ね、僕より年上ですね。もう平成17年生まれなんで、16年だったら1年前の、 あの1歳上のバスです。あれは結構新しいかなと思ったんですけど、これもいつも通り66系統嵐山、阪急嵐山駅行き、嵐山へ行った後は、多分京都駅方面に戻っていくやつです。でここからが見どころですよ。この観光バスの出てくるとこです。この大型バスがこの狭い道をですね、ぐーっとカーブを切ってね行く姿、これが本当にかっこいいわけです。そして僕がねあんまり知らないバス会社もたくさん出てきます。KS エバーグリーンという、まあ、エバーグリーンって聞いたことあるんで、まあ、エバーグリーン関連の会社なんかそういうバス会社なのかもしれませんけど、ここも上がってった。それから次からやってくるのは何これ、わかんない、初めて見た。日英バス、いすゞガーラでございます。ガーラってね、なんか乗り心地がいいんですね。大型バスの中で一番好きなのがガーラ、その次がエアロキングですね。単純に僕の個人的な感想です。そしてこちらのところには、これ手前からこれ、なんだ社会第一観光、その次が両運観光、その次、その次、その次と、塗装だけで分かるのに新大阪
観光バス、千葉キャリネット有朝霞交通ですね。有朝霞交通バスだけはいつもお世話になっていると思います。千葉キャリーなんとか、エンゼルなんとか、そんなのが、ね、いっぱい、ね、走ってるわけですよ。スリーカントリーバス初めて見た。まあ、こういうところ、普段行かないところに行くと普段見れないバスの大型バスを見ることができるんで、それが面白いなと思います。先ほど出たスリーカントリーバスが出てきますよ。旅行一丁様、旅行一丁っていうなんか旅行代理店があるんでしょうね。そういう感じのバスが出てきております。5って書いてあるんで、多分5号車、大きな団体だと思うんですけど、基本的に嵐山観光に来るバスはここに大体集結するので、大型バスを取りたかったらここに来れば大体行けます。なんだこれ、サンタクラス、サンタコーツ、なんかクリスマスのサンタクロースを思い浮かべますけども、サントですね。ごめんなさい、サンタじゃないわ、サントだわ。ダメだな、英語が読めないのバレちゃった。スリーカントリーバス、なんかデザインも結構好きですよ。このデザインなかなか嫌いじゃないデザインでございます。で、ここを進行方向、左側に曲がっていく三菱クソでございます。これ何、イタリックな、イタリックなね、ローマ字がね、読めないんですよ。那覇ライン、那覇、沖縄の那覇なんでしょうか。なんか那覇って書いてあるような気がする。大型バスはこのように、やってきまして、これは泉ナンバー、大阪から来ましたね、このバスは。いまだになんて読むか分からない、ちょっと後で調べておきます。さて、そのもう一台やってきましたよ。ナンバーは999、泉ナンバー、さっきと同じ会社でしょう、三菱ふそうのバスです。銀河交通、なんか聞いたことあるバスの名前だな。多分どっかで見たことあるんだけど忘れました。そして、おー、反対側から出してきた。これはね、帰りのバスだと思います。大集結とか言いましたが、そんなに大集結してないかな。まあ、バスの会社の名前かと思ったらドライブレコーダーでした。日野いいですよね。日野自動車のバスです。半分トヨタみたいなもんですけど、中央交通バスとか書かれてたかな。ここは基本的に出口専用と書かれているんですが、ここからね、入ってたバスもあるんで、実際のところちょっと分かんないです。こっち側から入るのかな。あ、こっからバスが入ってってことですね。1日1回、自家用車等は1040円、バイク410円、自転車200円の京都市市営駐車場です。次にもバスがやってきた。嵐山、佐賀、山越えじゃなくて山賀って読むらしいです。亀岡にサンガスタジアムみたいなのができましたよね。ですから京都200の課3912、京都市交通局のバスでやってきました。11系と嵐山、佐賀、それから山賀って読むんですね。これ読み方を覚えなければなりません。嵐山じゃないわ、亀岡のとこに山賀スタジアムみたいなのができたんで、それで知名度は上がるでしょう。さっきのなんとかバスがこの入庫していきましたね。こうやって高速バスまたは貸切用の観光バスとかはここに泊まってくるわけです。で、時間が長く空くときに限っては1回出て、回送としてどっか走り回ってから戻ってきてとかすることにはするんでしょうね。バスの分かっかりかって言われそうですけど、28系統の京都駅行き佐賀嵐山初のバスがやってきました。バスのね、なんか車体とかで、ね、なんとか車体とかこういろいろ言うんですけど、そこねあんまり知らないんですよ。バス路線とかしかあんまり興味ないんで。お、さらに奥には何交通でしょうか。読めない
ウィンディウィンディ、ちょっとこっからは横文字で読めない。さらにその奥にも、バスが止まっています。なんか八坂交通の、いや、なんか日焼けしたみたいな色なんですけど、すげえ、こんな、ここにもすごいバスが。三九観光株式会社、あ、三九観光株式会社に邪魔されて、さっきのバスたちが見えない。サンキューっていう意味のサンキューなんでしょうか、それとも本当にこのサンキューなんでしょうか。サンキュー観光株式会社のバスでございます。でかいね。まあ僕ガーラが好きですけど。73系統また苔寺駅です。嵐山と苔寺を結びます。間違えた、京都駅か。京都と嵐山と苔寺を結びます。おー、すごい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 。西日本JR バス久々に見た。西日本ですね、いいですね。こちらが京都バスと。時は駅前中村眼科嵐電時は駅、嵐電の時は駅か、まあまあ通るっちゃ通るね。そして、京都駅のバス、あ、またもう一個来た、もう一個来た。サンキュー、サンキュー交通じゃないですかあれ。サンキューバス、あ、違うわ、ロイヤルグランステージ。なんかすげえかっこいいバスが来ますよね。京都駅28系統四条通り四条大宮西本願寺を経由して京都駅へ至ります。そんなバスでございます。先ほどから何回も言ってますね、この28系統に関しては結構多いです。あ、さっきウィンディって言いましたけど、ウィンディで合ってます。5スターウィンディ、下を見てみるとウィンディ観光株式会社。そんなバス、篠野のバスですね。ナンバーが500ってのがまたいいです。堺から来てます。お、すごい、デコトラックってやつじゃないですか、これは。夜になったらめっちゃテカテカに、輝くやつです。平和観光バス。平和観光バスは僕一度だけ乗ったことありますよ。いや、幼稚園かな、小学校かなんかの遠足で、ね、乗った覚えがある。あー、で、さっきサンキューじゃなくて、奈良交通、あ、奈良交通のクラブツーリズム用のバスで、グランド、なんだっけ、グランドなんとかだよね。ちょっと読めない。グランド英語できないのバレる。グランドキャニオン、グランドキャニオンバス、まあ、それは嘘ですけど。グランドなんとかですね。あ、ロイヤルグランドなんとかみたいな、そんなんじゃなかったっけな。さて、お次のバスはこちらでございます。ギャラクシーエクスプレス、伊豆に大阪からやってきました。昨日のバスなんですが、ギャラクシーかっこいいね。このさ、模様がさ、ちょっと中国っぽいところがあるんですけど、これはなんか中華系の模様を感じたのは僕だけでしょうか。ナンバーは999。お、伊豆に233じゃん、 E233 系じゃん、K999。 ちょっとナンバーのセンスがあんまり分かんないんですけど、まあ面白いということにしておきましょう。魚取るかな、取るかな、取るかな。ちょっとご飯にありつきたいよっつって、多分これね、海のね、海じゃないわ、川の下をね探ってると思うんですけど、なかなか食べないんかな。それかもうさっき食べちゃって飽きたのかな。肉料理が食いたいのだろうか、白身魚が嫌いなのか、マグロを狙ってるのか。マグロはいませんけど、だんだんとこの水深が深くなっていくことがわかります。どんどん中の方に入って、浅瀬からずっと中の方に入ってるんですね。あれ結構50センチぐらいあるんじゃない、だいぶ深くなってきたよ。大丈夫、これ以上行ったら溺れるよ。アリツは泳げるのかわかりませんけど、あ、また登ってきた。慎重に歩んでおります。あの鳥さんは果たして食物をゲットすることができるのだろうか。お、お、食べれなかったか。もう一回挑戦、再挑戦してみましょう。アユが取れるってよく聞くんですけど、実際どうかは分かりません。こっちの方に来るとすごいたくさんの観光バスを見ることができます。
こうバス見てると、さっき見た両雲観光、なんか天領バスみたいな、これなんだ、大阪卑弥呼観光泉ナンバーですね。新大阪観光バス泉ナンバー多いですね。それから何はナンバー、これなんだろう、ちょっとわかんない。こちらもマイクロバスっぽいけど、あ、マイクロバスではないか、ちょっと小さめのバス。その横に千葉キャリーネット、これ八坂交通ですね。八坂交通にはすごいお世話になってたんで、八坂交通は修学旅行とかで結構お世話だったんで大丈夫です。千葉じゃない、千葉とか言ってたけど千葉じゃない、千博キャリーネット泉ナンバーの人も何言ってたの。え、あれがギャラクシーエクスプレス、なんか大阪万博の特別のナンバーしてますね。999、空の999、かっこいい。そしてスタッフさんに隠れてるんですが、あの泉ナンバー、大阪からの観光客が多いようです。これもしかしたら外国人向けのパッケージツアーとかのバスが大阪の泉なんで、関西空港の方から出てるのかもしれませんね。エンゼル観光、それから泉ナンバー、三菱ふそうの韓国かな、韓国の団体さんかな、ちょっと読めないですけど、読めない、本当に読めないわ。天王寺関西4泊5日、そんな感じでツアーのねバスが多いんですね。あれが三九観光、三九観光は広島からおいでの車でございます。こうして見るとバスをいっぱい見ることができてとてもいいわけですが、中でも一番目を引くのがあちらの新大阪観光バス、あれのデザイン結構好きですよ。嵐山久々に見ましたね。もう道路の真ん中歩いてるような感じだけど、後ろから車来てないからいいかと思って、一応ここもバス路線じゃバス路線でバスも通るところではあるんですけども、ちょうど奥の方に行けば、京都の佐賀嵐山駅ということになるわけです。で、ちょっと右側に見えてるのが、嵐山電鉄嵐電の嵐山駅というわけで、ここが終点駅なんですね。ここは結構お客さんで賑わってるイメージがあります。そして先ほどなんかバス停がないとか言いましたけど、一応あそこにバス停があるんですよね。あ、バス停や。ですからここのバス停に、まあ数本ですけども、京都市バスの、あの竹林の方とか、これですね、あの天龍寺という方面に行くようなバスはこの辺を通っていくわけです。京都観光は公共交通機関でっていうだけ、車は控えてバスとかそっちの方をね使ってほしいと、そういう話です。でもね、京都のバス激混みだからね、乗りたくないけどね。ここが嵐山天龍寺駅前、嵐電嵐山駅前というふうになってるんですけど、嵐山高尾、まあ、カオシみたいですけど、そのバス運休になってるんで、見捨てられたバス停みたいになってます。もっと昔はね、3年前ぐらいまではね、もうちょっとバス停のバスの本数が多かったんですけど、3年前じゃないわ、コロナの前だから4年ぐらい前ですね。天龍寺、臨済宗とかいう、僕あまり宗派とか全然知らないんですけど、それの天龍寺ですね。天龍寺はなんか石と何だっけ、なんかそんなね庭園みたいなのがあって、その庭園が有名って聞きますけど、あまり1回だけしか行ったことないです。この天龍寺の前のあたりから佐賀嵐山駅は右側、トロッコ佐賀駅はまだ右、ジオラマ京都ジャパン、そしてトロッコ嵐山だけこっちから乗って、ね、トロッコ嵐山は途中駅なんで、ね、あんまり乗る人いないんですよ。で、佐賀商店街に乗りましょうと、なんでここは右ってくださいというふうに案内が書かれてるわけですね。こうやって見ると分かりますでしょうか、すごい人の数です。じゃあサムネイルにしたいな、このこの中をさ、バスが突き抜けてくる様子を見たい。京都市バスいいタイミングで来ないかな、ちょっと時刻表見てなかったんですけど、人がいっぱい並んでるんで、いつかバスが来てくれると信じます。渦バス天神川行きのバスが来ましたよ。これがね、見たかったんですよ。歩行者だけの方、バスが進んでまいります。臨時バスですね。その他に佐賀嵐山の方面も行くんじゃないかな、多分。バスにご注意ください。
バス、いいのを見ることができました。えらい人だな。ここは嵐電の踏切になってまして、嵐山電鉄四条大宮駅、今日は日曜日なので2両編成の運行でございます。嵐電はね、1両編成から貸し切れるので、割と安価な値段で貸し切り列車運行できたりするんですよ。その代わりダイヤ組むのがちょっと休日とか大変だったりしますので、古い車両ですね。三つ窓の四条大宮から嵐山に住んでいます。上枝村のこんなヘッドマークをつけて2両編成で走ってます。1両編成で走る時はあるんですが、基本的に観光客が多い土日は2両編成で走ることがほとんど、1両の時の方が少ないと思いますよ。ただ貸し切りは1両から借り入れたはずです。紫色のちょっと古いやつ、後ろ、京福電鉄の後ろには27分が書かれております。これは昭和レトロ調になってますよね。これはまた印鑑村のヘッドマークされておりまして、そんな感じですね。次の隣駅終点嵐山駅に行くわけです。これ右入っていくと嵐山駅ですね。うにょうにょ曲がっていって、奥に見えるあの駅舎のあたりが嵐電の嵐山駅、先ほど動画でご紹介した前のところですね。そこまで行くようになっております。さて、こちらが JR 西日本佐賀嵐山駅になります。この佐賀嵐山駅に隣接しているこちらがトロッコ佐賀駅、ここからは佐賀の観光鉄道の佐賀のトロッコ、佐賀駅から嵐山を経由して終点トロッコ亀岡駅まで運行しております。で、それからですね、馬堀駅という JR でいう馬堀駅まで、このトロッコで結んでるわけですね。こっちのトロッコの方はいつかの動画でご紹介もしましたけども、旧山陰本線、もともとトンネルを避けて作った山陰本線の方を走っていく、そんなルートになっておりますけども、こちら現在の山陰本線は伏線化されまして、さらに新しくトンネルをドカーッと山に連ねた、そんな今の山陰本線は新しくなってるわけで、その際は嵐山駅からですね、京都までね、帰ってね、今日は一旦帰りますわ。そういう感じで今回の動画終わりたいと思います。向こうに泊まってるのはちょうど223系。この佐賀嵐山駅には亀岡方面への快速電車、京都方面への快速電車並びに普通電車が止まっておりまして、さらにそれプラスですね、一部の特急電車もこの佐賀嵐山駅に止まることになっております。なのでたくさんの観光客の人が大体ここから乗っていくわけですよ。なんでね、あの佐賀の山陰線は観光客の客さばきの対応に追われております。この時間帯に、このお客さんの多い時間帯に4両編成で突っ込んでくる221系は本当に劣悪ですよね。佐賀嵐山駅から向こうの方に見えるこちら、あの DE10、 通称鉄道オタクからはデイテンと呼ばれている機関車が止まっていまして、そのデイテンが引っ張っているこの3両編成ですね、今度はプッシュプル方式といって押していく、プッシュ方式といって押していくようになってるんですけども、3両編成の客車がありまして、一番奥とその2番目の車両が普通のトロッコ列車、そして手前の車両がサロンカーみたいな感じで、なんかすごいね、あの開放的な空間になってまして、値段は変わんないんですけど、早めに行くとあっちのサロンがね、通れる可能性があります。そしてその横には佐賀の観光鉄道のラッピングをした DE10 の何号機だったかな、忘れた、0点をあれが走っております。そしてこれ出発していって進行方向左側の方にですね、線路がね、
伸びたりしてると思うんですけど、一旦ですね JR の線路を借りて嵐山の辺まで運転しまして、嵐山からは旧山陰本線、そちらの方から走っていくということになります。ですから JR 線と共用してるんですね、鉄道の運行管理システム。また不思議なことになっております。ですから一旦現在の山陰本線を経由して、その後多くのですね、旧山陰本線に渡って JR でいうと馬堀駅、このトロッコでいうとトロッコ亀岡駅まで発車していくわけでございます。この時の動画もいつか載せたので、その時の動画概要欄とかから開いて見てみてください。お願いします。荒塚線が遅れてんだ。次の電車は13分発快速京都駅、あれ乗りたい2条京都方面。今の時間が4分、次の快速が何分発だろう。あ、もう来るんだ、早っ。到着したのは快速電車京都駅です。お、当駅始発だ。空いてる、めちゃくちゃ空いてる、やった。そうです、この嵐山に行くと佐賀嵐山初の快速電車なんかが走ってたりするので助かりますよね。これで閉めるのが好きだったりします。どっちが欲しいだろう、右かな、左か右だったらね、多分ね右の方が景色が良かったような気がします。汚いな。ま221系電車あるあるですよね。窓が来たね。14時13分発 DJ 快速電車京都行きです。佐賀嵐山を出ますと天の地2条終点京都の順に止まります。佐賀嵐山駅、これも一応京都市内の駅となっているので、海外から来た人、例えば東京方面から来たら東京都内発京都市内行きになれば、この京都市内、この嵐山まで来ればここで降りても京都で降りても同じ値段になるというわけです。この時間帯の土日、土曜日日曜日でこんな晴れてて、この時間帯でなのにこんだけ空席があるなんてすごい珍しいな。というわけで列車は無事佐賀嵐山駅を出発、次は2条そして円町に停まってから終点京都へと到着する予定です。円町が先に止まって、その次二条駅に止まって、そして終点の京都駅に止まるという、そういうルートでございます。ちょっと京都の土地感がなさすぎて、あの駅をちょっとミスったんですけど、お待たせいたしました。今日は JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。臨時快速電車京都行きです。円町、二条、終点京都の順に止まります。ドッキー不動シップは使用停止しております。スムーズな乗り降りにご協力をお願いいたします。前売り車両混雑いたします。各駅空いております中ほど後ろ売り車両のほどご利用ください。6号車線と一番後ろ1号車、6両で運転しております。1号車は前売り隣のお手洗いを含め、車内を全て禁煙です。おそらくはご遠慮ください。駅を出て次は終点の JR 京都駅に停まります。これでもまだ空いてるからね、立ってる人が数人いるだけです。鉄道ファン、関西の鉄道ファンなら一度は来たことがあるであろう
梅小路京都西駅、ここは京都鉄道博物館の最寄り駅ともなっております。進行方向右側にいます。こちらいろいろな車両が展示されていますが、こちらが京都鉄道博物館、たくさん系なんかも置いてありましたね。そして右側には進行、右側には京都貨物ターミナル、ここで東海道本線とまた新幹線などと乗り一緒になることになります。お、新幹線が並走してる、早い。新幹線の方が早いですけど、多分駅に着くのはこっちの方が早いんじゃないかな。あ、でもいい具合の速度具合です。A で走っております。そしてこの山陰本線は一番左端の線路、右側の4線プラス奥の2線、この辺はですね、全部東海道本線の持ち物となっております。お、近鉄も走ってる。あ、そう、青荷押しだったまに。すごい、青荷押しだ。近鉄特急、青荷押し。そして向こう側には205系電車。この電車は臨時快速電車のため、京都駅で回送電車になるそうです。京都駅に着きました。すごい空いてたね。めっちゃ快適だった。そしてこれ快速は東駅止まりとなって、左側に止まっている、33番34番乗り場の佐賀嵐山駅普通電車、こちらが出発した後にですね、快速として出発するようです。面白いね。すごい、散々去年までは佐賀嵐山方面とか佐賀の線めっちゃ混んでるとかって言ってましたけど、いつの間にかこんなに混雑対策として臨時列車が設定されたりしてるわけですから、すごいことです。一番多いホーム数とも言われています。こちらが34番乗り場、日本で一番ホームの番線数が多い、そんな駅となっております。というわけで本当にここで本日の動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。さっき言うと3月、これだね、この紫色の。ご視聴ありがとうございました。さようなら。